はい、どうもシルバーチャンネル TV 神谷です。今回もディズニーマジックキングダムズゲームプレイやっていきたいと思います。さあ始まりました、ディズニーマジックキングダムズ、リロ&スティッチのイベントを進めております。優しいお姉さんの登場のクエストということで、何を解放していきたいと思いまーす。さあ、場面を切り替わりまして、何の解放が完了したみたいでございまーす。優しいお姉さんの登場クエスト成功いたしました。そして早期解放報酬をゲットいたしました。さ、続きましてまた何でございます。頭の大きいぬいぐるみスクランプ人形をタップしようやっていきましょう。ミロと鬼ごっこのクエスト開始いたしました。さあ、スクランプ人形、どこにいるんでしょうか。おっと、いました。しかし、タップできない。タップができない。やっとタップができました。はい、スクランプ人形を発見いたしました。意外に可愛いゆるキャラのような感じに見受けられます。出現するまでしばらくお待ちくださいませ。さあ、タップしておきまして、アイテムを集めていきましょう。さあ、画面が切り替わりまして、頭の大きいぬいぐるみスクランプ人形をタップしていきましょう。さあ、何でございます。ミロと鬼ごっこのクエストクリアいたしました。さあ、何やらイベントが進行しているみたいでございます。スティッチが出てまいりまして、何やらロボットに閉じ込められてしまいました。さあ、この後はどうなるんでしょうか。お楽しみにというわけでございまして、続きスクランプ人形をタップしていきたいと思います。さあ、カエルちゃんも泣いておりますが気にせずいきましょう。スティッチのコインをゲットいたしました。頭の大きいぬいぐるみのクエストクリアいたしました。さあ、何でございます。怒らないから出ておいでのクエストを開始しましょうということでやっております。
さんなら動き回っております。さあ、画面が切り替わりまして、ナミのクエストが完了したみたいでございます。怒らないから出ておいでのクエストクリアいたしました。さあ、続けて試作品を開放せよのクエストをやっていきたいと思います。さあ、どこに行くんでしょうか。あと追ってみたいと思います。というわけで、おっと、何やらマシンに乗り込みまして、敵のロボットと交戦中でございます。おっと、ビームを出しておりますね。さあ、クリクリレベルアップさせていきましょう。クリクリはレベル2にアップいたしました。さあ、キリがいいので今回はここまで。次の動画でお会いいたしましょう。以上、カミヤンでした。バイバイ。